ニュースを伝えします。2日、朝鮮労働党委員長で朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮民主主義人民共和国武力最高司令官の敬愛する最高指導者金正恩同志に、シリアアラブ共和国バッシャール・アサド大統領から朝鮮労働党創立74周年の祝電が寄せられました。祝電は、朝鮮労働党が成し遂げた巨大な業績は朝鮮民主主義人民共和国の発展の歴史にそのまま記されている。金正恩委員長の導きのもと、朝鮮労働党が朝鮮民主主義人民共和国を尊厳ある必勝不敗の強国に作るため引き続き重要な役割を果たすものと確信する。両国が二国関係を各分野にわたって発展させるために共に努めて、友好的なシリアと朝鮮人民の利益を守り、外部勢力の侵略野望を粉砕するのに貢献することを祈ると述べています。サムジヨン郡の建設現場で植樹と緑地の造成が推進されています。式部ではペクトー山地区でよく育つ数万本の木の植樹と80数ヘクタールの緑地区画を形成するための計画を立てました。施工を受け持った各機関は毎日数千本の植樹と緑地の造成を行っています。郡所在地地区の教育エリアとペクトー山総合博物館の周辺、スポーツ文化および観光エリア、環状線道路の周辺の植樹と緑地の造成を受け持った人たちはたくさんの木を植えてその綿棒を一新させています。また建設済みの育苗場からの新種の芝の移植も推進されています。ファンヘ南道で自然エネルギーを極力利用しています。ファンヘ南道低震管理局では、管理局だけでなく各郡の低震所と低震分所でも自然エネルギーの積極的な利用を着実に推進し、業務に必要な電力を円満に保障しています。ヘジュ第一中学校でも太陽光エネルギーを利用した電力保障対策を立て、教育に必要な電力を保障しています。朝鮮の化粧市で建材展示会が開かれました。仕上げ建材部門、内部と外部の装飾用資材及び家具部門に分けて行われた展示会には、市内の多くのところで出品した1000点余りの各種仕上げ建材と科学研究の成果、リサイクル建設資材、家具などが展示されました。展示会では価値ある科学技術の成果と仕上げ建材、さまざまな製品を出した化粧塗料工場、古料村軍館、化粧都市建設事業所などが評価されました。2019年アジアジュニア及びユースウェイトリフティング選手権大会が10月19日から27日まで朝鮮民主主義人民共和国の首都平壌で開かれます。専門家とファンの期待と関心の中、スポーツ村朝鮮街の常連和の競技館で行われる今回の選手権大会には、共和国とモンゴル、フィリピン、ベトナム、インド、ウズベキスタン、中国、台北など20余りの国と地域の選手が参加します。先軍政治研究ネパール文学フォーラムのシャンカーバルティ委員長の訪朝記、新しく浮上する国朝鮮民主主義人民共和国がこの前ネパールの新聞に連載されました。偉大なキム・イルソン主席の生誕記念日太陽節に際して訪朝したバルティ委員長は訪朝記で、朝鮮民主主義人民共和国は自主性が実現し自立で発展する国だ、指導者は人民を愛し人民は指導者を敬慕して慕う国は朝鮮しかない、世界の多くの国の国家元首が軍隊の力を借りて政権を維持しようとしているが、人民の絶大な支持と信頼を受けている金正恩委員長は人民の力を信じそれに依拠して国を導いている、遠からず世界はさらなる飛躍を遂げる朝鮮の姿を見ることになるだろうと書いています。金日成金融基金理事会第4回拡大会議に参加した在中国朝鮮人と訪朝客が11日と12日空路と列車で平壌を立ちました。南朝鮮のインターネットメディア自主時報によりますと、諸国統一反民族連合南側本部釜山共産南道連合平和統一センター花が8日、釜山にあるアメリカ領事館の前で
アメリカの内政干渉を糾弾する記者会見を持ちました。記者会見で読み上げられた会見文は、アメリカが日本の経済侵略に立ち向かって断行した政府の軍事情報保護協定廃棄の決定に懸念を云々し、元通り復帰することを強要している。南朝鮮に対する内政干渉を強めているアメリカに反対する闘争を一層力強く展開していくと述べました。南朝鮮当局が天文学的額の米国産兵器を大々的に持ち込んでいます。先日、南朝鮮当局は防衛費分担金の増額とより多くの兵器購入を脅迫する上司のアメリカに、これから3年間10兆ウォン規模の米国産兵器を購入することを公約したとのことです。すでに莫大な資金をステルス機 F-35A をはじめ武装装備の購入につぎ込んだ南朝鮮当局が、またもや上司の兵器押し売りの要求に屈服したのは、北と南の合意に対する許しがたい裏切り行為であり、朝鮮半島に戦争の惨禍をもたらす反民族的犯罪です。以上でこの時間のニュースを終わります。担当はオーヨンスクでした。こちらは朝鮮の声放送です。秋田市の畑で朝鮮の農業部門で種子問題の解決に力を入れています。政策5年2016年9月敬愛する最高指導者金正恩委員長は第1116号農場を訪れました。金正恩委員長は農場の人たちに新しく育種したトウモロコシとおかぶの話を聞いて、あまりに嬉しくて訪ねてきたといい、大きくて充実したトウモロコシの国立を含め展示されている様々な品種の農作物を見ました。そして新しい品種のトウモロコシが他のトウモロコシに比べて雨風と病害虫に耐える力はどうか、またヘクタールあたりの収量はどれぐらいなのか詳しく把握しました。新しく育種したトウモロコシは以前のより生育期間がはるかに短く、収量が高いので二毛作にちょうど良いばかりでなく、背が低くて雨風によく耐える優れた品種でした。金正恩委員長はこのトウモロコシが本当に気に入る、しかも我が国の気候風土に合うよう背が低く生育期間が短い上に収量も高いというので本当に気に入る、文字通り黄金の国実だと言いました。しばらくして畑に向かっていた金正恩委員長は新しい品種のトウモロコシの国実を持ってくるようにと言いました。部員の一人が国実を持ってきました。金正恩委員長はそれを手にして見るほど気分が良くなる、今日私は空の星を取ってきたようだと言って、それに勝る宝物がこの世にはないように国実を何度も撫でさせました。そして何度も歩みを止め、本当にトウモロコシは見れば見るほど心が楽しくなると言いました。周りの人たちも感激のあまり胸が熱くなりました。何回も農場を訪れ、この上ない信頼と配慮を寄せる金正恩委員長への感謝の気持ちで胸がいっぱいになりました。金正恩委員長は第1116号農場は自分が一番関心を持っている農場だとし、農場の任務の重要性を強調しています。そして奇跡のようなことを耳にして訪ねてくるたびに驚くべき成果を見せる農場、訪ねるごとに情が渡る農場だと高く評価し、農場の人たちに力と勇気を与え、飛躍の道を明るく示しました。金正恩委員長の献身と労苦によってもたらされたこの農場の経験は、近いうちに国中の農場に一般化されるでしょう。秋の日の畑で広大してお話ししました。明冠の突き出た岩、
明岩の突き出た岩はハムキョン北道明岩郡の平野の真ん中にあります。この岩は玄武岩が河川の浸食作用によって削られ、噴火口だけが残る形で突き出ています。岩の割れ目がはっきりしていて、六角柱の形で緻密になっているだけでなく、硬くて灰色がかった緑色を帯びています。標高103メートルで、地面からの高さは50メートルくらいです。岩の周囲は比較的丸く、東の面は欠け、北と西の面は斜めになっています。崖と斜面では高木や低木が育っています。明岩の突き出た岩は火山活動と地殻の変化の研究に意義があり、この地帯の風致を引き立てているので天然記念物に指定されました。明岩の突き出た岩をご紹介しました。諸村労働党は地名村主席の党として輝く、訪朝した平和と社会主義のためのフィンランド共産主義労働党のハンヌ・ハルユー元委員長は党創立自責感を見てこう語りました。On historiallisesti hyvin arvokasta ensinnäkin, että tämä puolueen perustamisen museo on kohteena, jota halutaan. Joseon Rodo-dou の創立と発展で歴史的な意義を持つ党創立史跡館を見て多くのことを感じました。深い感動を覚えたのは、キム・イルソン主席が10代の若年で革命に参加し、党創立の組織的思想的基礎を築いたことです。わけでも打倒帝国主義同盟を結成し、日本帝国主義に反対する新しいタイプの党を創立するための基礎作りをした主席の業績は実に感動的なものです。主席は革命に参加した当初から朝鮮人民の幸福と繁栄のために生涯を尽くしました。朝鮮人民は外部勢力のあらゆる妨害を跳ね返し、国の統一と社会主義建設に邁進しています。帝国主義者の押しつぶし策動の中でも、朝鮮人民が国の統一と社会主義建設に奮闘できたのは、キム・イルソン主席が創立し導いた朝鮮労働党があったからです。まさに朝鮮労働党の導きは内外のあらゆる反動勢力の侵略を粉砕し、朝鮮革命が勝利一路をたどることができた秘訣だと思います。キム・イルソン主席が党の創立と発展に尽くして成した不滅の業績は永遠のものです。朝鮮労働党はこれからもキム・イルソン主席の党として輝くでしょう。平和と社会主義のためのフィンランド共産主義労働党のハンヌ・ハルユー元委員長のお話でした。朝鮮の声放送へようこそ。フィンランドは暖かい日が続いていましたが、月曜日の雨の後気温が下がり平年並みの天気に戻りましたが、皆さんの地方ではいかがですか？そうですね、徐々に気温が下がり、もうこれで本格的な秋に入ったような感じがしますからね。さて、このコーナーでも前回に次いで千葉県の森下雅樹さん、森下雅樹さんのリクエストにお答えしましょう。森下雅樹さんは先日のお手紙でこう質問なさいました。朝鮮民主主義人民共和国ではどのような食事を朝、昼、夜の3食のうち取るのでしょうか。私の住む日本では和食が中心というイメージがとても先行していますが、実は洋食や中華、南朝鮮、フランス料理を食べる習慣もあり、とても食の多様化が進んでおり、朝はご飯、白米だという人もいれば、パンだという人もおり、味噌汁を飲みたいという人もいれば、コーンスープやオニオンスープなどを飲む人に分かれており、昼食や夕食も人それぞれで、職場の食堂や家族から作ってもらった弁当を食べる人もいれば、
贅沢なランチを食べる人もいます。夜も家族で仲良く食卓を囲んで食べる人もいれば、友人や職場の仲間内で食べる人、これも本当に人それぞれです。私は朝が弱く、とりあえずご飯と前日の余りのおかずを朝食とし、昼は弁当を食べ、夜は家で食事をしております。この質問で締めくくりますが、朝鮮民主主義人民共和国ではどのようなお菓子を食べるのでしょうか。日本ではこれも多様だようで、和菓子、例えばおはぎ、どら焼き、かしわ餅、団子、洋菓子ではポップコーン、ポテトチップ、クッキー、カステラなどがあり、今ではジュースのタピオカがとても日本では流行しており、一大ブームといっても過言ではないものとなっております。森下さんのリクエストなのですが、まず森下さんは朝鮮でどのような食事を朝昼夜の3食のうち取るのかお知りになりたいとおっしゃいましたね。昔から隣国である朝鮮と日本両国の人々の食生活の風習は似たり寄ったりのものがたくさんあると思います。朝鮮ではだいたいご飯と麺類が主食となっています。主食のご飯にもいろいろなものがありますね。白米のご飯と雑穀のご飯がありますが、その中にも五穀飯、薬の飯、これを薬パプと言います。そして温かい飯、温飯です。混ぜご飯、焼き飯、海苔巻きなど、材料と炊き方によってその種類は多種多様です。麺類はそばとトウモロコシ、ジャガイモのでんぷん、小麦を使ったもの、そして肉盛りボンそば、平壌冷麺混ぜそばなど、材料と調理方法、具とそれぞれの地方によってその種類が多い伝統料理です。副食物としては肉類と魚類、卵と乳製品、野菜で作ったスープとおかずがあり、塩辛も多く、世界的に有名なキムチは毎度と言ってよいほど食卓に上ります。こうした主食と副食物は個別的な家庭でも作り、炊飯工場とキムチ工場、食品工場とレストランなどでも作っています。家庭が社会の一つの細胞として安定している朝鮮では、朝は主に家で家族ぐるみで食事をし、職場と学校へ行きます。昼はそれぞれ便利なように食事をしますが、職場と学校の食堂やレストランなどで好みに応じていろいろなものを食べたりします。夕食は家族の皆が集まってアットホームな雰囲気の中で、主に消化に良い食べ物を食べています。休みの日、祝日と誕生日、そしてめでたごとや大事なお客がお越しになったときは、家族の皆または友達同士がレストランで贅沢な定食を味わったりします。朝鮮人民は夏はさっぱりした冷麺が好きで、冬は熱いスープを好んでいます。平壌と地方にはアジアと欧州諸国の料理を専門に出すレストランがありますが、ここを訪れる人も大勢います。今度は朝鮮人民が好んで食べている間食いについて簡単に話させていただきましょう。昔から飲食文化が発達した朝鮮には、三食の合間に食べる食品もたくさんあります。キャンディーとビスケット、パン類、シロップ、パチェといって、蜂蜜や砂糖で味付けしたゴミ酒の汁に松の実などの小片をかけた冷たい飲み物、そして果物などがあります。砂糖と飴を主原料とし、ゴマとピーナッツ、乳製品とココアの粉、イチゴ、ブルーベリー、ハッカなどの原料と香料、ビタミンを入れたキャンディーと羊羹などの数は数えきれないほどです。菓子類も朝鮮人民が昔から食べてきました。そしてパン類も種類がとても多いです。お米ともち米、トウモロコシ、小麦、ジャガイモなどの粉を主原料とし、そこに小豆と大豆、緑豆などの穀物と、リンゴ、梨、あんず、桃、ナツメ、栗、ブドウ、クルミなどの実、ココアの粉などを入れて焼いたり油揚げにしたりふかしたりして作った菓子とパン類なども様々な種類があります。
朝鮮人民は久しい前から穀物をそのまま行って水飴や砂糖を混ぜて固めたカンジョン、おこしと、そしてもち米を蜂蜜と油で練って型取りし、その上にコマと松の花粉と栗の粉、煎ったもち米の粒を散らして油で揚げたカジュルという菓子、いろいろな方法で作ったジャガイモの食べ物を好んで食べました。森下さんがお手紙で質問なさったことですが、諸村でもチョコパイのような食べ物は前々から人誰もが好んで食べています。その他、香ばしい香りの果物といろいろな栄養分のある穀物、健康と長寿に良い諸村人参、扇、ゴミシ、クコ、イカリソウといった薬の材料で作った伝統飲料を飲んでいます。皆さんが包丁をなせれば、諸村人民のバラエティに富んだ食生活と、それを支えているモダンな食品工場を目の当たりにすることができるでしょうし、それを通じて人民の食生活の向上にいつも深い関心を持っている諸村労働党の政策がどのように現実に具現されているか十分理解できるだろうと思います。百聞は一見にしかずと言います。森下さん、必ず包丁なさってください。では今日はこの辺で、リスナーの皆さん、次のこの時間にまたお会いしましょう。